お守り。たまたまいいスタートを切っていきます。この中、森島さん、そして日浦花子のいいスタートを切っていく4名のライダーが、今、2つのタッグ、1、2、そして3、4の2つのタッグに分かりながら、レースの方を展開しよう。そこで、第2コーナーでギアが少しヒットさせてしまうところがあります。このクラスのライダー、タイヤが細いですので、鼻の浮いたアスファルトダウンで一回は滑ってしまう。そんな時もある中をしっかりとリカバリーしながら順位の方を大きく落とすことなく、ゼッケンナンバー30日枝花子が今1番手でゴールラインを通過していきます。3番手のゼッケンナンバー14岡森沙和、そして田中舞まで全てのライダーがゴールラインを通過していきます。